こんにちは、シルケンスパパどもでございます。この度、本当に久しぶりでございますけれども、東京水天宮で、御神会をいたすこととなりました。以前の御神会のスタイルと同じようにですね、1時間に5名様をお招きいたしまして、初めの10分間に私の講演とともに、皆様方からのねお名前ですとかご紹介をいただきまして、後にお一人様、10分最低10分1コマ10分ということで、時間的なロスがないように進行をして、1時間以内に5名様ずつ霊視をさせて、お見立てをさせていただくというような会でございます。当然待ち時間が生じます。初めの方、は一番最初でございますけどもね、一番最後の方になりますと40分50分という待ち時間になってしまいます。その待ち時間の間にですね、レイ・シュガーさんであるとですね、うちの早友と、コンビを組んでおりまして、タロット占いをやっている、なかなかの的中率とともにですね、コミック満載のお見立てをいたします、占いをします、めくるくんも参加していただきます。待ち時間にレイ・シュガーさん、めくるくん等の、タロット占いですとかオラクルカードの未来占い、恋愛占いをしていただきながら、御神会という輪を作って皆様と共にコミュニティを取れればいいなというふうに思っております。一応開催時間というのが午前10時半からの1時間と、午後からの1時間2コマという、3ブロックで開催することになっておりますけれども、私はだいたいおよそ10時ぐらいから参ります。レイ・シュガーさん、めくるくんだけのお申し込みでも結構でございます。間それぞれ時間を取っておりますので、ご挨拶私はいたしますのでね、どうぞ皆様方のたくさんのご参加をお待ちしております。まあおそらく、すぐ埋まってしまうのではないかと思いますので、こちらのね動画の最後に、お申し込みの、URL っていうんですか、そういったものを添えさせていただきます。概要欄にも載せさせていただきますので、どうぞご参加の方をお待ちしております。ハッピーカモン、お待ちしておりますよということでございます。よろしくお願いいたします。言葉、僕は好きな言葉、へーとかほーとかあーとかうーとかうーんとか、そういうんじゃなくてですか、言葉まで好きなのはね、いくつもありますね。人の振り見て我が振り直せっていうのも好きでしょ。実るかほど頭を垂れる稲穂かなっていう言葉も好きでしょ。そして自分的に戒めというふうに思っている、人に対しても自分に対してもいつも思っているのが、今が一生続くわけじゃないっていうふうに思ってますね。どんな時でも思ってます。良い時でも悪い時でも、今が一生続くわけじゃねえんだからって。くよくよすんなよとかね。調子に乗んなよとか、そういう意味でそういう言葉を常に自分へに、の心の中に持ってます。はい。そんな感じです。そうね。なんかのせいにした方が楽ですからね。もう嫌なことがあったらお化けのせいだとかさ、呪われてるせいっていうふうに、俺のせい、俺が運が悪いだけじゃねえや、たまたまお化けに疲れたんだとかね、そういうふうになっちゃった方が気持ちが晴れるんならそれでもいいかもしれないですけど、お化けも誰かの兄弟であり親でありね、そういうふうに考えた時に、そのお化けの、行き先っていうものにするのにお化けはねえだろって僕は思います。お化けじゃなくたっていいじゃないですか。妖怪のぐらいのが綺麗なんじゃないですか。で、妖怪だとバカバカしいかもしれないけどね、妖怪でいいんじゃないですか。人の寿命は生まれながらにして決まっていますか。おおむね決まっているでしょうね。いただいているご寿命っていうものはおおむね決まってると思いますよ。おおむねですよ。何月何日にあなたは死にますっていうことではなくてね、ざっくりとね、あと残り何回人生を巡らなきゃならないとして、スゴロクがどんだけ残ってるっていうふうに考えればね、大体これぐらいは生きないと、あときつくなんだろうっていうことになってくると思いますのでね。生まれ変わっ
ったら妻と出会って結婚することできるのでしょうか。どうでしょう。もうはっきりと申し上げて、結婚に至る日にちまでぴったりと生まれ変わることの確率は非常に少ないと思いますよ。親子ぐらいでもズレはあるかもしれないです。でもあの世で奥様と過ごせる時間っていうのは必ず取れます。つまり奥様が先に輪廻転生して生まれ変わって、同じ日に輪廻転生できるかっていう話だったり、3年5年10年ぐらいの差でもって生まれ変われるかっつったら、そんなその3年5年10年って向こうの時としてはあっという間ですからね。あっという間に50年100年ずれてしまったら、もうそれでもって親子以上の離れた存在になってしまったりするので、まして生まれ変わってくる魂、重なる魂っていうものが同性か異性かっていうこともありますのでね、そういうことから言うと限りなく確率は低いとは思いますけどね。はい。でも、きっと、この世の人生を全うされた先にはきちんと奥様との素敵な時間が待ってるっていうふうに思いますよ。お父さんに会いたいな、お母さんに会いたい、一度でいいから会いたいよ。今パパさんがマームのお父さんだと、もちろんですよ、父ちゃんだぞ。いや、わかんない、そんな僕はいくつぐらいの方かわかんないですけどね。こんな父で良ければ僕は父だと思ってください。もうピカさんなんかも、ただいまパパ帰ってきた、あー疲れたばいって言って帰ってきますよ、我が娘ピカピカは。本当にね、そんな感じでいてください。子供の頃小学校に、古墳があったのですが、2メートルはあるであろう火の玉が3つ古墳から出てきて乱舞しているようのを見てから、お化けさんが見えるようになり困っていました。隣にいた母に、母は何も見えていなくて信じてもらえない、あれは何かの合図だったんでしょうか。合図、お化けさんが見えるから見えたんじゃないのかな。子供の頃、今でも見えられます？瑠璃さん、今でも見えられるのであれば、どうぞお化けさんの本当の声っていうのを伝えるように努めてあげてくださいね。見えるっていうところでストップしてしまいますと、そういう現象で怖がってる人たちはお化けさんに対して悪い印象だけしか残らないですからね。あんたのところにこういうのいるよ、マジで怖いんだけどっていうふうになった時に、いやいや、そうじゃない、怖い人じゃないからっていうことを上手に伝えてあげてくださいね。これこういう人なんだよっていうふうに言ってね。いるものはいるんですから、いるんですからね。だから、いや本当に気持ち悪いんだけどっていうふうに言われて、いや気持ち悪いとかっていうと本当に悪い方に触れちゃうからさって言って、だっているものはしょうがないでしょって、嫌だったら引っ越すなりなんなりした方がいいし、それができないんだったらちゃんと声を聞いて差し上げて行かないといけないよというように、ちゃんとお話を伝えるようになさってあげてくださいね。物音とか嫌な空気が漂って思ったりしてしまうんです。余計にさ、悪い方向に行きますか。どんな気持ちでいたらいいですか。お亡くなりになった方で、ともこさんに親しい方、で、ご身内の方っていうのはいらっしゃらないですか。もしいらっしゃるようでしたら、その方かもしれないので、まずは変な風に怖がらないでくださいね。おじさんなの、亡くなったおじいさんのご兄弟なの、おばあちゃんなのっていうふうに思われてください。そういうもの一切なくてですね、その現象によって、怪我をしてしまったり、お体を壊すような方向になってしまった時は、もしかしたら通りすがりの変築林なものっていうものが寄り添ってくるかもしれないですからね。そういう方に対してはね、防御なさらなくちゃいけないので、例えば盛り塩をするですとか、お清めをするですとか、そういった方向でもって防御なさった方がいいと思いますね。潜在的に、嫌だということを取っ払った時ね、ご先祖様が戻ってきたりなんかしても空気変わりますからね。そういうところでもって、
ちょっとね、受け止め方っていうのをまずお考えになったところでですよ、うん、もしも悪い方向にちょっとでも触れてしまったとしたら防御をなさった方がいいので、そういう状況でしたら教えてください、うん、あの状況によってどういうふうにしたらいいかっていうのをこことかそういったことをお答えいたします。先日末娘と出かけて頭が痛いっていうのでパパさんの言ってた塩とお酒お風呂に長湯したところすっきりした、もう痛くないと、ああそうですか、よかったよかった、うん、なんかねかすったとかね、ちょっとね、うん、薄いヘンチクリなのがくっついちゃう時もありますからね、そういう時はね、早くできるだけ早くお清めのお風呂とかに入られた方がいいっていうふうに本当に思います。うん、thank you.